ハンドルです。それで。同じ時間帯に2回できるってあるんですね。荷物挟まると本当にリアルな感じ。本日はリニア鉄道会にご来館いただきありがとうございます。これから車掌体験を始めます。それでは体験を始める前に操作方法を覚えましょう。乗務室の外来通常式、この電車はこの装置でドアの開閉準備はよろしいですか。それでは車掌体験を始めましょう。ご乗車ありがとうございます。この電車は普通列車の乙女行きです。次は信濃の信濃道です。本日雪のためホームが大変滑りやすくなっております。お降りの際は足元にご注意ください。まもなく信濃に到着いたします。お出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。また電車お降りになられましたら電車から離れて黄色い線の内側をご通行ください。ご協力をお願いいたします。信濃です。ご乗車ありがとうございます。この列車は普通列車のぞみ行きです。次は朝霧です。お客様にお願いいたします。電車ドアが閉まりましてからの無理な駆け込み乗車は非常に危険です。荷物やお体が挟まれるだけでなく電車が遅れ多くのお客様に迷惑がかかります。無理をせず次の電車をご利用いただきますようお願いいたします。次は朝霧です。
く朝日に到着いたします。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。電車お降りになりましたら黄色い線の内側をご通行いただき電車から離れていただきますようお願いいたします。朝日です。ありがとうございました。この列車は普通列車のぞみ行きです。次は終点のぞみ、のぞみです。本日雪のためホームが一部滑りやすくなっている箇所がございます。降りの際は足元に十分ご注意ください。また安全のため電車からお降りになられましたら黄色い線の内側をご通行くださいますようお願いいたします。次は終点ののぞみです。まもなく終点のぞみに到着いたします。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。この電車はのぞみ止まりです。おかけ様の通勤通勤のご乗車できません。お近くの方からお降りください。またお忘れ物をなさいませんようご注意ください。またホーム滑りやすくなっている箇所がございます。足元にもご注意ください。終点のぞみに到着いたします。ご乗車ありがとうございました。終点ののぞみに到着いたしです。車内にお忘れ物等ございませんようご注意ください。この列車は回送列車車庫に入ります。楽しいこれ。とにかく楽しいこれ。